対言うと思った。ヨカト中は特訓の甲斐あって俺たちの戦った時よりかなりパワーアップしていた。でもジェニスの力は俺たちの想像を超えていたんだ。あ、なんか始まった。遅い。スローだね。軽いな。貧弱すぎる。そんな、すごい動きが見えない。なんてことなの。こんな相手に勝てるわけないです。そうかしら。え、約1名そう思っていない人がいるみたいよ。うわー、 BGM かっけー。ってか、なエイリア学園ってあれのデスイーターだったの。いや、遠藤ただのド M 説な。行くぞ、立ち向かい。行ったぞ。遠藤さんから教わった無限ザード、これで絶対止めるんだ。決めろ立ち向かい。ちょっとお前と決めろ立ち向かい。無限ザハンドを決めるということなのか、相手のストライカーを応援してるのか、どっちなんだ遠藤くん。おお、無限ザハンド。失敗なのか。無限ザハンドが破られた。そんな、あれはじいちゃんが残した最強のキーパー技なんだぜ。無限ザハンドがまだ完全でなかったとはいえ、あのパワー、やはりジェニスの強さは桁違いということか。みんな諦めるな、まだまだ戦える。オグラン、うわー、びっくりした、いっぱい出てきた。はあ、はあ、あー、これはもうダメだ、立ち上がれないな。やっぱりザコはザコだったっぽだったっぽ。ズズズズ、お前一人だけラーメンすすってんな。おい、準備運動にもならんだそうですよ。くっ、すいません遠藤さん。出てこいライモンイレブン、我々の目的はお前たちだ。言われなくてもやってやれ、勝負だジェニシス。遠藤守れ。遠藤さん気をつけて。ふぶき、なんか強そうなやつらだな。でも心配いらないぜ、今日もまた俺がガンガン決めてやるからよ。ダメだ。ダメ、今日の試合は僕がシュートを打つ、僕ふぶきシロがシュートを決めるんだ。お前が何言ってるんだ、ディフェンスなのにお前にシュートを決められるかと。いいか、ボールはすぐ渡せ、ああいうやつらにはスピードが肝心だからな。聞いてんのかシロ。おいシロ、黙れ。どうした、ふぶき、どうした、何があったのか。ううん、何でもないよ。頼むぞふぶき、今日もエターナルブリザード決めてくれよな。うん、まあ遠藤もバカだからな。うん、さあ試合だ、ライモンイレブン、いつでもかかってくるがいい。これが最強対決ザ・ジェニスということで、なんかウルビダなんだけど、ここグランじゃなくてウルビダなんだけど、まあ次回戦っていこうかなと思います。ちょっと吹雪が心配なんですけどね、まあその辺は大丈夫かな。まあ遠藤くんが本当にもうなんか気が利かないバカなんでね、本当にちょっと心配なんですけど、まあ木戸くんがどうにかしてくれるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひよろしくお願いいたします。